バーします。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの加藤です。早速ですが、モニターライト、スクリーンバーライト、スクリーンライトバー、デスクライト、様々な呼び方がありますが、こちらを紹介していきたいと思います。ズバリモニターライト、何が変わるの？こちらを導入することによってデスクの上、手元が明るくなり、目の疲労軽減、さらにデスク周りをスッキリすることができます。特に夜間パソコン作業、デスク作業をしている方、もしまだモニターライトを導入していなければ、ぜひこの機会に。いかがでしょうか？今回はモニターライト、この良さを紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回クンティスの LED モニターライト、こちらはですね40センチのものとなっております。早速開けていきたいと思います。こんな感じで入っております。まずは本体、モニターライト本体でございます。そしてクリップ、そしてこちら予備クリップ、続きましてタイプ C USB ケーブル、あとはマウス、ヘックスキー、以上となります。ちなみに今デスクライトというもの、こういったものを使っている方、インテリアとして使っているのであればそのままでいいかと思いますが、それをで今回こちらに切り替えることによってめちゃくちゃ小スペースになる&おしゃんき。通常デスクライトというものはですね、コンセントで差し込むと思うんですけども、今回のこちらです、 USB でございます。この USB をパソコン本体だったりモニターの裏にですね USB 端子がついていましたら、こちらを差し込むことによってすぐ使えます。必要なコンセントの穴を塞ぐことなく USB 端子で対応できます。取り付けなんですけども、両手できます。こんな感じです。こう引っ張るとかけて、こうする、これで1秒でできます。ネジもテープも不要です。通常の市販のモニターであればほぼ全て使えます。 0.3 から 3.5 センチまで、こういった感じでモニターの厚さによっては予備クリップを使うことによって固定することができます。めちゃくちゃ簡単です。ではですね、気になるモニターライトの操作なんですけども、これも直感的です。ちなみに面倒な方は一発で自動調整できる調整ボタンがついておりますので、ではまずはこのクリップと本体をつけます。ここにくぼみがありますので USB を差し込みます。本体はモニターにガチャンとつけて光を出します。それではですね、こちら見ていきたいと思います。モバイバルバッテリーにつなげております。ボタンはこちら4つあります。はい、タッチできるところが1、2、3、4とあります。一番端が電源ボタン、タッチ速度はかなり速いです。これは後で説明したいと思います。一番端は輝度、明るさですね。1、2、3、消灯を含めると4段階切り替えることができます。光の加減を見るために照明を消してみたいと思います。はい、分かりやすいように部屋を真っ暗にしまして、こちらが最大の光となっております。こんな感じ、こんな感じ。そしてこちら色温度です。4つ切り替えることができます。ちなみにこの色温度なんですけども、中白色、中高色、電球色、これが青っぽい感じ、はい、オレンジ、そしてはい、そして青、どうでしょうか。こちらこのような感じで色温度を変えることができます。輝度と色温度に関しては長押しすることによってじわーっと切り替えることができます。じわっと変わって、おお、こんな感じで、はい、こんな感じで色温度というものは変わっていきます。そしてお待たせしました、こちらなんですけども、四角に点がついている自動調光モードといいまして、今この環境、周囲の明るさを自動的に読み取って最適な明るさ、高度、輝度を調整することができます。これがつくことによって自動調整、自動調光になります。はい、
というわけで大まかなものを紹介させていただきました。モニターライトと名前が打たれておりますけども、モニターを明るくするのではなくて、厳密に言うとモニターにかける、だからモニターライト。そして効果としてはモニターの下にあるデスク周り、こちらを照らす、そういった機能があるのがこのモニターライトとなっております。あとはですね、簡単に特徴を紹介していきたいと思います。 RA95 光炎色ランプ搭載、こちらについては太陽光に近い自然な光でより正確な色味を再現、まあ、簡単にしますと本来の色を忠実に再現してくれます。独自の45度、非対称光学設定、効果的に目の疲れを和らげ目を保護してくれます。高品質の LED ランプ、ちらつきの少ないブルーライト、プルーフが搭載。メモリー機能、こちら記憶機能がありますので、電源を入れると前回使った設定で光らせることができます。はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。今回紹介しましたクンティスのモニターライト、もう一回おさらいしますと、このモニターライトを使うことによってデスクの下明るく照らされて作業効率が良くなり、目も保護してくれます。またこういったデスクがあって後ろからライトをすると自分がね影になって見えないっていう時があるんですけども、このモニターライトをこうやってつけることによって手元が明るくなって、また集中することができて作業効率もアップします。あとはちょっと個人的にですね、この光めちゃくちゃ映えるのでおすすめです。価格なんですけども、大手のメーカー電球から出されていますものは約1万円を超えてくるのですが、こちらはその半額5000円以下で買えるモニターライトとなっております。ぜひ興味がある方は概要欄に Amazon のリンク貼ってますので、よろしければ見ていただきたいと思います。またこの監督ラボを見ている視聴者の皆様、期間限定とはなりますがクーポンを発行しますので、興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。というわけで今回このモニターライトなんですけども、手元が明るくなり目の光を軽減、さらにデスク周りをスッキリしてくれるこのモニターライト、めちゃくちゃおすすめですので、パソコン持ってる方でこのモニターライトをまだ使っていない方、ぜひともこちらを使って快適な環境を作ってみてはいかがでしょうか。この監督ラボでは監督自ら、これはめちゃくちゃおすすめだなっていうものだったり、これはねぜひ共有したい、紹介したいというレビュー動画を中心に出しております。興味がある方はぜひ今チャンネル登録をして他の動画見てください。ジャンルに分けたものを出しておりますので、見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。ズバリモニターライト何が変わるの？ぜひこの機会に。開けるのが下手くそ。まずこの RA がね、効果的に目の疲れ、この監督ラボで、はい、この監督ラボでは